こんにちは、サーヤです。はい、今日はですね、私がこの前ね、グアムに行った時の写真とかをね、ツイッターとかインスタとかにね、載せたりしてたんですけど、その時に私がこう水着のね、写真を載せたんですけど、そこでこの水着を着るために2キロほどね、絞ったっていうことを言ったんですよ。そしたらね、そこでかなりたくさんのこうダイエットに関する質問をいただいてですね、今回はこの動画で初めて私のダイエット事情についてですね、赤裸々に全て話していきたいと思います。やっぱりね、こう自分の体型について話すっていうのはすごく勇気がいることだし、今までもね、結構たくさん質問をいただいたことはあったんですけど、避けてきた内容だったので、今日はね、ちょっと初めて自分のね、経験談とかも含めながらいろいろ話していきたいと思います。ぜひ最後まで見てください。まず最初に、ダイエットでどんなことをしていたかとか、どうやって痩せたかっていうことの前にちょっと話したいことがありまして、私は私が決めたベスト体重っていうのがあって、でそのベスト体重っていうのが何かっていうと、体も軽やかで自分の中のこう理想の体重っていうかな、なんですけど、まあそのベスト体重をちょっと超えてしまうと、短い丈のスカートとかショートパンツとか履きたくないなとか、こう露出をしたくないなっていうような感情がこう湧き出てくるっていうか、まあそれを聞くと、じゃあベスト体重じゃなかったらおしゃれを好きに楽しめないのって思うかもしれないんですけど、全くそういうことではなくて、そんな決まりもないし、おしゃれはね、自由に楽しむべきだと私は思っています。ただ私は自分に対するコンプレックスっていうのがまあいくつかあるんですけど、例えばね、私はなんか理想ではね、ふくらはぎと太ももがこう同じ細さっていうか、シューッとしたような細い足がすごく理想的なんですけど、私は太ももも太いし、どんだけ痩せてもそういう理想の足にはならないんですよね。自分の中のマイルールっていうのがいつからできたんだろうなっていうのを、この動画を撮るときにね、ちょっと考えてみたんですけど、小学校の頃に雑誌のモデルさんの細さに衝撃を受けてですね、そこからかなと思うんですけど、体重とかもすごく軽いし、スラーっと細くて、もう太ももも太ももじゃなくて細ももみたいな感じだったんですよね。それにもすっごく憧れちゃって、当時ね、流行ってたこうバナナダイエット、朝バナナダイエットだっけとか、こうグレープフルーツなんか香りを嗅ぐとさ痩せる効果がありますみたいなねとか、豆腐のダイエットとか、テレビとかいろいろやってたじゃない。でそういうのを見て、子供の頃からね、お母さんに怒られながらもこうちょっとこそこそいろいろダイエットをやっていたんですよ。だからね、まあ、背が伸びなかったのかも。ポップティーンのね、雑誌のお仕事をするようになってから、こう余計にそういう体型に対する意識っていうのかな、結構強くなって、で当時は三重に住んでいたので、撮影期間になるとこう東京のホテルに泊まって撮影に行ったりお仕事をするっていうような環境だったので、まあもちろんね、食生活も乱れますし、その頃はやっぱこう思春期だったのでね、すごい食べ盛りだし、で太りやすくて、いろいろね、痩せなさいって言われたりとかして、痩せたいっていう自分と食べたいっていう自分のこの葛藤がね、あったりとか、絶対真似はしないでほしいんですけど、食べないダイエットをやったりとかしていました。でこういうその過去の経験からマイルールができたのかなとは思うんですけど、私はこの表に出るお仕事をさせていただいている以上、軽々しくね、痩せていることがいいことっていうのをね、推薦したくはなくて、特にね、女の子っていうのはそういうのをこう自分に置き換えて聞いちゃうと思うんですよ。で私も実際そうなので、今言ったマイルールとかももう私の中のもう出来上がったルールなんですけど、そうでね、この前身長測ったら152センチだったんですよ。前測った時150だったんですよね。最近測ったら152センチだったんですよ。ちょっとこうやってやってんじゃないのみたいな言われるんですけど、まあ、確かにね、ちょっとこうこんな感じで測ったかもしれない。まあ、調子がいいと私の身長はまあ152センチ。サーヤのプロフィールがさ、150センチの39キロって書かれてるんですけども、ちょっとあれもやめてほしいですね。これからちょっと体重とかも話していくので、私は背が低いってことをね、ちょっと知ってほしいんですけど、私のそのさっき言ってたベスト体重っていうのが、だいたい41から40キロぐらいですね。で、ここからが本題なんですけど、私が人生の中で最もこう幸せだなーってね、感じる瞬間っていうのが何かっていうと、食べてる時なんです。これを言うと、まあ、甘えだって思ってしまうかもしれないんですけど、私は好きなものをこう一生我慢して痩せた体でいるよりも、好きなものを食べてたくさんの幸せを感じたいっていう風にね、思っています。だからこう食欲を我慢することは
できない。食べ物にあんまり興味がない、関心がない方もいるかもしれないけど、私はもう関心がありすぎるっていうか、もう頭の中で毎日、今日の夜ご飯何食べよう、今日の昼ご飯何食べよう、明日は何、常に結構考えちゃってる人なので、もう本当食欲に全然勝てないんですけど、うちの家系がみんな特にこう大食い一家で、私もね、めちゃくちゃ食べるの知ってる方もいると思うんですけど、例えば牛丼とかだと、もう大盛りとか頼んじゃうし、肉増しとかしちゃうんですよ。で、しかもさ、肉増しってしてもさ、これ本当に肉増しなの?みたいな思うときないですか?食に対して積極的すぎるんだよね。本当に食べることがもう大好きなんですよ。最近は特にゆうくんの食欲がすごくて、レストランとか行ってもハンバーグセット、ステーキセットみたいな。そんな感じでうちの家族はもう本当みんな大食いなんですけど、そんなね、食べるの大好きな私なので、さっき言ったベスト体重40キロっていうのは常に維持はできていないです。なので、私はもう大体体重はもう平均まあ42キロぐらいですね。なので、私はこう大切な撮影とかまあイベントとか、そういうお仕事の前になると、こう体を絞るっていう期間に入るんですけど、それ以外にも気をつけてるのが、体重計に乗って、やばっって思ったらダイエットをちょっと始めます。数字で言うとだいたい私は44キロぐらいになると体がなんか重くなるし、そうするとね痩せようっていう風に思い始めます。でもそれでも私も過去に最大で46キロまで太ったことがあるんですけど、その時はもう結構ストレスで暴飲暴食もずっとし続けちゃってて、食べることをねもうとにかく止められなかったんですよね。その後こう急に忙しくなって食べれなくなっちゃって痩せたので、そういう時期もねありました。で、大体私がその増えちゃってる44キロとかまでね、太っちゃってる時期っていうのがどういう食事をしているかっていうと、スナック菓子は基本的にあんまり食べないんですけど、スイーツとかアイスとかそういう甘いもの大好きなので毎日食べたり、あと高カロリーなものが私すごい好きなんですよ。か揚げ物とかも好きだし、ボリューミーなものがすごい好きなので何でも大盛りとか頼みたい。あとはタピオカもすっごいハマってて、ハマると私止められなくなって毎日飲んじゃうんですよ。毎日毎日タピオカも、しかも L サイズを飲むんですね。ウーバーが大好きで、出前で好きなものを頼みまくったりとか、出前を頼んでるっていうことは家から出てない、こういう生活をしていると当たり前に太ってしまうんですけど、これをねまず線引きをしてやめることから始めます。ダイエットをするときは私は必ず朝にね体重を測るんですけど、私は数字を見た方がやる気が出るタイプだし、自分へのね戒めにもなるのでメモをしながらねやっているんですけど、体重を落とした後は数字にね囚われて、その数字にこうすごく執着してしまうと結構本当に危険なので、これはねこの動画を見ている皆さんにも気をつけてほしいんですけど、その数字だけにあまりこう囚われないでほしいなと思います。この前グアムの時は私スナイデルのね水着を着たかったし、本当にもう楽ちんな格好したかったので、 T シャツにショーパンっていうラフな格好をしてたと思うんですけど、でショーパンが結構私短いやつを頼んだので、このショーパンを綺麗に履ける体型になりたいと思ってダイエットを始めたんですけど、ちょっとメモをね体重してたので、このメモを見ながら言いたいなと思うんですけど、これすごい恥ずかしいんですけど、5月7日に体重を測りまして、そこからスタートしたんですけど、その時の体重がですね 43.6 キロだったんですね。もうほんと久しぶりに体重計乗ってやばっと思って、で自炊をね始めました。この話もちょっと後でしたいと思うんですけど、次の日に体重が 42.5 キロに落ちました。結構食生活乱れていて、さっき言ったみたいな高カロリーのオンパレードな食事を続けていたので、食事を切り替えたら、ちょっと体重が落ちまして、42.5 になったね。ちょっと次の日測ってなかったんだけど、10日に 41.9 キロになって、で、11日に 41.6。私41ぐらいになると、あんまりね、体重がすごく落ちないんだよね。で、12日に41.4 と、まあ一応少しずつなんですけど順調に落ちていって、で、グアムの日はですね、40キロまで落としました。でもそのダイエット期間に外食もしたし、お酒をね、こう飲むような機会もあったんですけど、私はもうそういう場では、私ダイエット中なのでってこう我慢するんじゃなくて、もうほんと楽しみたいっていう人なので、食べちゃった日はもう次の日に気をつけるようにしています。グアムの時はね、そんな感じでスムーズに体重落ちていったんですけど、まあそうもね、いかない時もあるんですよ。最近で言うと、写真集のね、フォトブックの撮影の時に、その前がちょうど
ど YouTube のチャンネルの100万人の登録者達成のお祝いと、あとは誕生日のお祝いと、すごくねありがたいことにお祝い続きで酒を飲んだりとかケーキとかもねいただいて、もうとにかくね結構食べてばっかの生活が続いていたので、気づいたら44、でも45近かったかもしれない。それぐらいあって、やっぱ写真って実物よりもちょっとこう太って見えたりっていうのがあるので、撮影日が決まってからこれはやばいと思ってダイエットをね開始したんですけど、42キロぐらいまではまあスルスルっと食生活変えたので落ちていったんですけど、そこからねいろんなこう予定とかもあってなかなかね落ちなくって、でこの時まあ最終的に撮影は39キロで挑んだんですけど、おすすめできない痩せ方をしました。最初の方に言ったんですけど、私は本当に昔からいろんなダイエットを試してきて、流行り物にも結構ね乗っかってきたし、まるまるダイエットとかねいろいろやってきたんですけど、制限が強すぎるのは私は自分には向いてなかったです。それで今私が見つけた私なりの痩せ方っていうのが、まず一つ目に間食をしない。ダイエット中に間食をするっていう方もねいると思うんですよ。でストレスをためないためにもすごくいいことだと私も思うんですけど、私はダイエット中でも食べられますみたいな低カロリーなお菓子とかそういうのが食べたいんじゃなくて、いちごのね生クリームがいっぱい乗ったタルトとかそういう甘いものが食べたい。あのチョコレート一粒だったら OK だよって言われても、チョコレート一粒なんてもう我慢できない。そういうところはまあちょっと変にストイックで、もう食べたいスイッチが入らないように間食はしないようにしています。で次に、私はこうあんまり体に筋肉をねつけたくなくって、筋肉質な体型っていうよりは柔らかいラインのあるような体型が好みなので、運動をしない代わりに食事制限をしているんですけど、私がすごく効果的で毎回やるのが炭水化物を控える。大きく言うとご飯と麺類とパンですね。で私はこれをすると数キロをねあのシュッと落ちるんですけど、それはねなんでかっていうと、まあダイエットしてない期間に炭水化物をいっぱい取っているから、取ってるものをなくしたので、まあ、落ちるっていうねわけなんだけど、糖質を制限しすぎると、まあ、必ずって言っていいほど体がフラフラーっとしたりとか体調不良をね起こすんですよ。不安定なね気持ちにもなりやすいので、全くゼロにするんじゃなくて、お昼ご飯は少しご飯を食べるとか、そういう風に全くゼロにはしないようにしています。であとね、サラダもこうドレッシングをいっぱいかけちゃったら意味がないので少しだけかけるとか、基本的には外食を控えて自炊をねできるときするようにしているんですけど、味付けを濃いめにしないこと、塩分を控えること、甘い味付けにしないこと、これは私だけかもしれないんだけど、歯ごたえがあるものを食べるようにする。なんかこういっぱいよく噛んでると私今ご飯食べてるっていう感じがすごくするので、具材をちょっと大きめに切ったりとかそういうことをします。噛んでる回数がこう多くなると満足感も大きくなるかなと思うので、ちょっと自分はねこう惑わせてないけど、そういうところも意識をしています。あと私はすごくお肉が大好きなので、ささみとか鶏胸肉は皮を取って食べるんですけど、チーズはね低糖質なので、たまにそのお肉の上に乗せるとご褒美気分が味わえてね嬉しくなります。あとダイエット中は発酵食品とか食物繊維とかも便秘になりやすいので意識的に食べるようにしています。豆腐だけとかスープだけとか野菜だけとかそういうダイエットもしてきたんですけど、正直ね私は苦痛でしかなかったので、たくさん食べたいっていう私は制限しすぎるとイライラしちゃうんですよね。食べても大丈夫なものをお腹じゃなくて心がいっぱいになるまで食べます。それがね私にはすごく合っていました。でむくみやすいのでマッサージとかもねできるときはするようにしていて、でひどいときは外でマッサージしてもらうときもあります。ここまでは私がこう食生活とかこうやってることなんですけど、ダイエットで結構私が大事だなって思うのがモチベーション、メンタル面だと思うんですけど、ダイエットって一番大変なことは維持だと思っていて、痩せた後にねそこでこう終了しちゃうと戻っちゃうから、私もねとそうなんですけど、暴飲暴食は1日までに控えることですよね。食べたら次の日はセーブする、切り替えが大事。食べたらほんと翌日セーブすれば激太りすることはないし、友達と楽しく食事もしたいし、好きなものもあんまり我慢はしたくないじゃないですか。なので私はダイエットの意識っていうのは頭からなくさずにいることがね大事だと思います。生活の一部にそのダイエットっていうのできたらもうマスターだと思います。
で、私も体重計乗って太ってたらめちゃくちゃ落ち込むし、もう毎回そのベスト体重まで痩せた時、もう絶対太らんぞって思うんですけど、外食が続いたりとか意識が欠けていけばいくほどね、太っちゃうわけですよね。すごくね、自己嫌悪になるんですよ。太った後は、なんであれ食べちゃったんだろうみたいな、すごく自己嫌悪になっちゃうんだよね。で、それってせっかく幸せを感じたのに、なんかその後不幸になってたらめちゃくちゃもったいないと思うんだよ。あと女の子はあるあるかもしれないんですけど、私は生理前になるとすごくね、もう食欲がもう湧き出てくるんですよ。むくみやすくて体重もね勝手に増えちゃったりとかもするから、もうこの時期はいいよ、食べてもいいよっていうことにしています。なんかあんまりそこでこう我慢してストレス溜めちゃうと余計になんかイライラしちゃうので、もう仕方ないと思って許す期間にしています。目標っていうのはすごくあるといいと思います。こういうお洋服着たいとか、こういう人みたいになりたいなとか、好きな人に好かれたいとかもね、すごく素敵だと思うんですけど、そういうなんか目標があるとそれに向かって頑張れるし、モチベーションもね高くいられるかなと思うので、ふわーっとちょっと痩せようかなとかよりも、何のために痩せるかっていう目標をちょっと決める方が続けられるかなと思います。あとね、誰かに報告するのもすごくおすすめです。で、私は報告する相手はお母さんなんですけど、お母さんは私がこういうダイエットの考えとかも全部理解してくれているし、ダイエットを始めるときはすごく応援してくれるし、実家に住んでた時もすごく食事の面でたくさんねサポートしてもらってたので、お母さんに毎回報告するんですけど、やっぱりね痩せた時に、おすごいじゃんとか、頑張ってねって褒められるとめちゃくちゃ嬉しいし、モチベーションも上がるし、この前のねグアムのインスタをねゆうちゃんが見た時に、あ、お姉ちゃんなんか結構痩せたやん、頑張ったやんみたいな言われて、なんかやっぱそういうのねあるとすごく嬉しいんですよね。なので報告できる人がいるとすごくいいなって思います。でもやっぱりダイエットしてるっていうのをね言いたくないっていう方もすごくいると思うんですよ。友達とかに言って、なんかあ、ちょっと今ダイエットしてんだったら、まあまた今度にしようみたいな感じでご飯をね気使われたりするのも嫌だし、一緒にねタピオカとかも飲みたいじゃないですか。なので周りにね言える子がいなかったら私に言ってください。で、やっぱりねダイエットしてると必ずって言っていいほど停滞期っていうのがあるじゃん。で、停滞期に入ったりすると結構メンタルがねやられちゃうんですよね。それに負けてそこでやめちゃってね、もうただ辛いだけだったっていうんじゃもう意味のないので、停滞期に入ったら今までのやってたメニューとちょっと変えるっていうことを私はしています。さっきも言ったんですけど、私は運動が全然ないので、生活の中でできる運動量を増やしたりとか、なんかちょっと歩いてみたり、家の中をめちゃくちゃ掃除したりとか、生活の中でできるような範囲での運動量を増やす、あとは食事の内容をちょっと見直したり改善したりとかします。やっぱりね、昔はもうすごく細いこう華奢なね体型に憧れてたんですけど、今ねもう二十歳超えて細いだけじゃなくて、こう女性らしいね体型になれたらいいなっていう風に思っています。時にはストイックにもなるけど、我慢しすぎない美味しいものを美味しく食べるっていうね形に落ち着きました。痩せた体型をねこうずーっと維持してる方は本当に尊敬するし、私はねそこはもう永遠の課題で、ベストのね体重をこう維持できるように頑張っていかなきゃいけないなと思っています。ダイエット方法っていうのは今もうネットやテレビや雑誌でね、いろんな方法がもうあると思うんですけど、体質や性格やその人の生活リズム、環境とか、まあいろいろね人それぞれだと思うので、これからやっぱり夏に向けてダイエットしたいなって思ってる方も多いと思うんですけど、過度な危険なダイエットだけは絶対にしないでください。で、私もね実はもうすぐちょっと大事なお仕事の撮影があるので、ちょっとベスト体重よりねちょっと下げれるように頑張っていこうかなと思います。というわけで今日は私のダイエット事情についてセキララに全て語ってみました。最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。せいでした。バイバーイ。